突然こんなたくさんの人がデモに来るようになったって、まずそれが非常に驚きで、そのデモの実態をどんなふうなものか見てみたかったわけですね。で今日初めて見た感想を言うと、確かにすごい熱気があって、世代も全部にわたってる、男女にもみんな、男女も上がって同じように来てるし、それから職業も見ても、割と自由な人が多いように見えるけれども、いろんなレベルの人がいる。でこういう各層の人たちが運動を起こしたっていうことはね、今非常に私にとっては驚きっていうか感動的なことでした。まだそれが第一の感想です。それと今日本の政治というのはもう言えば劣化の極みにある。それをいかにこう再生させるかっていうところの一つの何て言うか希望は、こういうような運動が起きてきたことに、それが全てとは言えないけれども、そこに一つの希望があるんじゃないかと、というのが、とりあえずの私の感想です。ニコニコ笑う子供が
の方々